はい、おはようございます。おはようございます。今日はですね、まだまだ海沿いです。知多半島、愛知県の知多半島、南知多町っていうんだけど、羽津岬っていう、なんかもう一番南の角の方にあるところやねんけど、こっからですね、ずっと国道247号線なんやけど、これをもう海沿いひたすら走って、あの中部国際空港、セントレア空港までちょっと行ってみたいと思います。花粉がえぐいんですよ。花粉がちょっとえぐくてね。道結構跳ねんな。海ないけどね、横結構近いな、低いし。これ波とか来たら終わりや。国道247、初めてかな、撮るの、まあ、ここ走るのは初めてですね。247はあの結構上の名古屋の方とかで走ったことあんねんけど、ここまで来るのは初めてですね。太平洋やんな、ここちゃうか、知らんけど。あ、ドライブにいいっすね。途中でビーチとかもありそうやけど、あ、海から離れていってもうた、残念。まだ海沿いに戻るとは思うねんけど。あ、結構くねくねやな、結構くねくねやな道。思ったよりくねくねやな。ここはまた海の方に行きますけどね、これ。あ、いかんわ、まだいかんかった。ああ、もう暑いわ、汗だらけ、もうめっちゃ汗かく。3月の今半ばぐらいやねんけど、天然温泉ハマる。はってなんやろ、天然温泉は。これ観光地なんかな、やっぱり。海に遊びに来た時、観光名所的なやつあるんかな。結構あれやで、結構道がくねくねやな、結構くねくねやな、これ。思ったよりくねくねやな。すんなり海沿いもなんかまっすぐかなみたいな感じやと思ったら、まあ、まっすぐではないけど海に沿ってあれかなと思ったら、結構くねくねやな。
ちょっと海沿いじゃないな、最初の方だけやったな、最初の方だけでしたね。まあ信号もないな、やっぱり交差点がないもんな、そもそも交差点ないから、車出てくるよね、やっぱり。あ、やっと信号ありましたわ。結構コンビニあんま出かないんよね、この辺。トラックあんま通らないっぽいね。海の方に行きましたね。くねくねやな。くねくねっすね。結構くねくねやな、ちょっとやめたよかったな。結構くねくね、なんなんこれ。おー、海に戻ってきたよ。海沿いに戻ってきましたよ。沿いのはずやねんけどな、結構家あるな。セントレア空港らへんまで、まあ、セントレア空港は行かんねんけど、セントレア空港らへんまで行くっていう。結構年配の方が多いな、やっぱり。あ、海来たよ、海来た。伊勢湾やって、伊勢湾、こっち伊勢湾。お、え、今の新型プリウスじゃん。結構年配の、道も狭いのに。あー、ちょっと海のあの壁が高なっちゃってない、高なっちゃってって言ったよね、言ってるけど。実はもう動画2ヶ月ぐらいずれ込んどんねん。あー、来たー、海。うわ、引く、ここラビ、ツラビ来たらあれちゃう。でも津波なんとか区域って書いてんの。お墓あるやん、流されんじゃん。さすがにこんなところあれなんかな。伊勢湾やから、こっち南行ったら、めちゃくちゃ南行かなあかんけど、めちゃくちゃ南行ったオーストラリアに、ティッシュをね前に置いててすぐ取れるように。だいぶいっすわ。あら
井観音様、心も病も洗うやって、ちょっとなんか言うさせや、いやラジコンを掘ったあったし、ラジコン掘ったあった、あー壁高なってきたな、壁が高なってきたな。佃煮街道、佃煮街道らしいですわ。あー海、あなんかあるやん、なんかね、キャンプみたいな、最近なんかこういう車みたいな形で、淡路島にもあるけど、あったけど多いね、ああいう車とかなんかコンテナみたいな。ビーチやね、ここビーチっすね、ビーチ、バーベキュースペース、あービーチー、ビーチっすわ、ビーチ、ビーチ、なんかイルカ立っとるわ、イルカ立っとるっすね、イルカ。ここね、あの覚えてるかな、覚えてる人いてるかな、ここまで見てる人いてるかな、あのだいぶ初期の最初の方にね、あのショート動画やったかな、めっちゃ大雨、大雨でめっちゃ風がきつかったショート動画がコンビニ泊まってた時にあって、その時にここ通ったことあるような気がするな、大雨。ホテルシーや南千田トロンの湯、あーでもこの辺にまで来ても良さそうやな、遊びに。何時間、4時間 4,5 時間ぐらいか、大阪から。まあ高速やと、まあ、3時間とかで行けるかもしれんけど、結構旅館とかホテルもあるな、観光地なんかな。ただ道が結構ガタガタやな、ちょっと暑いからね、窓開けとってんけど。ようこそ海風、マルハドライブイン。道がめっちゃ跳ねんねんけど、いける？道めっちゃ跳ねんねんけど、いやー海、ビーチー、海水浴とかするんかな、こことかできるんかな。まあ、ホテルあるもんな。もうちょっとしたらね、めちゃくちゃカーブがあったような気すんねんな。ムズムズする。あービーチ、ちょっとここ遊びに行こうかな。あ、チータープリン、あ、あった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 、思い出した、あった。
このプリンちょっとええなと思って、なんかええんかなみたいな。チータープリン、チータープリン、チータープリンって何やねん。チーター、あ、ここやここやここや、急カーブ最上号って書いてる。今のだけやったかな、あれかな。ああ、鼻ムズムズして頭も痛なっていた。これ今の感じで言ったら3月半ばやけど、ゴールデンウィークぐらいの動画になりそうやな。ちょっとやばいな、撮りすぎやもんな。1日基本1日なんか1本しか上げてないけど、1日に2、3本撮ったりするからな。やっぱあの、まあ、初めてのねとか、次ねいつ来るかわからんとかあるからさ、撮っときたいよ、撮れる時。まあその分ね溜まっていく一方やねんけど、1日2本3本あげたいけど、時間がどうしたらいいんかな。同じ時間ぐらいにペペペペペーンってあげてもいけんか、3本ぐらい。あ、ここもねカフェショップしらすひも、ひものっていうのが横にあるんですよ。あ、鼻がやばい。あ、デカビタ飲んでます。デカビタ。あ、鼻がちょっと海から離れちゃったな。また海沿いに行くとは思うねんけども、やっぱ締め切ってた。暑いな。かといってエアコン入れるまでもないやん。波枕、何やろ。あ、ここの右のコンビニストア、前大雨の時に泊まっててめっちゃ風きつかったやつ。海まで1分やって、海まで続く休憩所付き駐車場やって、ここ休憩無料らしい。駐車場機はいるんかな。南知多町温水サワー1500円って書いてある。高っ。宇都宮食堂海の店良さそうやね。なんかあの道の先、あっこから海見えそうやね。またこの先、ここ越えたところ見えそうじゃない。はい来たー、はい来たー、伊勢湾、はい来たー。うわー、これどうね、もうずっと太平洋なんかな。あっち伊勢とか見えへんのかな。伊勢って南知多より南にあるんかな。南にあったらうっすらね向こう側に見えそうやけど、遠すぎて見えへんのかな。なんかおった。あ、またあるな、コンテナのカフェ。沖縄そばあるで、こんなとこ。アンダーなんとか。
ヨット多いな、ヨット、ヨット、ジェット、よく FM 愛知聞いてるんですよ、807。 FM 愛知がね、範囲広くてね、静岡ら辺まで届いたりね、あと滋賀ら辺まで届いたりね、三重も届いたりね、結構範囲広くて、結構聞くんですけど、あの福山雅治がね夜やってるんですよ。でなんかコマーシャルかなんか分からんけど、ラジオの名前かな、ジェットストリーム、ジェットストリーム、ジェットストリームって何回も言うんですよ。で今ジェットで思い出した。出ようとしてんじゃなくて、あっこ曲がろうとしてんのか、曲がろうとしてんのになんか左寄ってるからどっちかわからない。やっぱこの辺もあれやな、ちょっと淡路島と似たようなね、海岸沿い結構店あるから。あー来た、海、あーあーいい感じ、ここ来よう、行きたいとこだらけやわ夏になったら。東大、そうそう、これ夜ね真っ暗やって、ここ怖かって、大雨であれ光っとったり、こんなんやったり、明るい時通ったら。なんか作ってんな、ここも国道247、だいぶ北に上がってきたね、さっきの一番端の羽根羽崎岬かな、ちょっとはなんか忘れたけど名前。結構作ってんな、いろんなの。まだ淡路島の海岸沿いより走りやすいな、道広いから。淡路島のとこ結構狭いからな。おー、海、海っすわ、海ですわ。トマト、やばい、ループまた入ってる、トマト、ちょっとトマト以外を言わなければ、トマト、鳥、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、何やったっけ、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パリ、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パリ、何やったっけ。電柱飛び出してきたやん、電柱飛び出してきよったやん、これ電柱飛び出してきたな。結構横から車出てくるな、これ結構車飛び出してきよったな。これ常滑は4キロ、常滑にあるんやんな、
常滑市に、常滑市か常滑町かちょっとわからんけど、そこに戦闘レア空港、中部国際空港、どっちの名前、ちょっとあれやな、海沿いから離れちゃったな。ちょっとこのまま今ざっくりナビ見たらちょっともう海沿いから離れてんな。戻るんかな、また海沿い。あ、また戻るな、一回。あ、だんじりあんねや。だんじりあるな、こんなとこ。コンビニでかいね。コンビニはでかい。海鮮工房なみへー、波平さん、毛が一本が波平で、毛が二本が海平。島村もあるけど、ここら辺と、でも人が少ないよ、多分住んでる人。東大ラーメン、知多半島東大ラーメン準備中やんな。まだ10時やもんな。中部地方でよく見る薬の青木。豚丼名物トロトロチャーシュー、豚そば、豚丼と豚そば。花がやばい。もうちょっとまた海沿い戻るけどな、早く海沿いに行きたいな。南洋の父サウス、海辺のカレー&スイーツ、スイーツカフェ。左行ったら亀の井ホテルもね。亀の井ホテルって結構あるな、あちこち。ラーメン餃子宮古食堂、駐車場が狭い。ここにも駐車場ある。ここやん、こっちは本格的な駐車場、あっちや。コンビニはあるな、結構。コンビニしかも結構でかいのが多いよね、ここ。コンビニ出ました、エビせんべいの里、右サイレイヤって祭りあるらしい、3月の後半に。この前あの知多半島道路、知多道路やったかな、なんかあのだからね、あのなんか知多なんちゃら道路が入り組んでるとこね、半田中央で、南北に伸びてんのが知多道路で、なんか東西に伸びてんのが知多横断道路やったかな、なんかそんなで、半田中央から下が南知多道路とかやったかな。で伊勢湾岸の方に行く北の方が知多道路やったから、なんかね、そういうのがいっぱいあるよ。だいぶ北まで来ましたね。あれ今南知多ビーチランド左っかにあったみたいけど気づかんかったな。ナビにはあの観覧車のマークあんねんけどね。マルス、スーパーマルス流行ってる。
けど台湾屋さんも結構あるな。そんなあれなのかな、この通り。これ、左側が西側になって伊勢湾のとこやねんけど、僕北行くと名古屋の方に行くねんけど、東海とか東海市とか。これ右側に結構家あるんかな。でも右側山やねんけどな。あー、ちょっと海から離れちゃってんな。セントレアまで持つかな。年中無休とかきついよな。で川沿いっていう。ちょっと汚いな、ドブ川みたいな感じ。ちょっと狭なってきちゃったやん。いける？いける？狭なってきたで、いける？いける？いや、ほんまはね、なんか23号線まで撮りたいんやけど、結構な1時間半とか、まあ、2時間近くなる可能性があるんで。247で途中国道155となんか重複してるとこあって、もうなんかそこバイパスみたいになってるのよ、ずっと。ほんで工業地帯やねんね、なんか東海らへん工業地帯で、もう工場ばっかしあって。そうも言ったら長すぎるよな。あ、海から離れていってんな。だいぶ回ってんな、これ。だいぶ遠回してんね。真ん中に南知多道路が走っとって、それやとね早いやけど。あ、でもセントレアあとどれぐらいやろ。なんかあと15分ぐらいで行けそうな気もすんねんけど。あ、常滑市入った。ようこそ常滑市って書いてる。いやね、ほんだらセントレア近いな。ただちょっと海沿いを取りたかってんよな。なんか先のとこ左行ったら海沿いになんねんけど、道がねちょっとね狭い気もするけど。でかいコンビニ、でかいの多い。ま
トラックちょいちょい止まってるけど、トラック全然走ってへんねんけど。ああ、暑いな。今外気温何度？18度やって外気温。18度。もうちょっと前までなんかもう10度とかやったの。だけ日焼けすんな。右手のとこだけ日焼けする時期になりましたね。こっからね、多分他なんやろ。海沿い行くかな、また。だいぶ北の方に上がっていたから、知多半島の真ん中らへんかな。まあでも半田中央とかまだやもんな。やっぱ南の方のね、もう海沿いはね店多かったけど、カフェとかねなんか遊べそうやったけど、もうここはもうちょっと市街地になっちゃったね。竹豊方面、竹豊方面、竹豊やろな多分、竹豊町やろな多分竹豊ちゃう。知多半島で一番南知多町やったけど、知多市は上やねんな、もっと北の方やねんな。何もないゾーンに入っちゃったな。何もないゾーンに入っちゃったな。これそんな太陽の方に向かってないから携帯は熱くなってないな。これ南右に行ったら南知多道路のあれなんや。やばい、ギリセーフやね。バイパスやって、国道24ならバイパス。あ、セントレアもうあれやわ、空港左側に見えるかな、この道から、この道から見えるかな。あ、これは止まる。あー急、あーやってもうた。ちょっとナビ見てもうたら、ナビ見ちゃったら、この道広いんかな。広かったら
海沿い行ってもええけど。バイパスって書いてたけど結構信号あるな。ここ手を出す卵直売所って書いてあったの、右側に今あったの。もうちょっとしたら次の交差点で左行ったらまたちょっと海沿い行ってセントルイアにだいぶ近づくんやけど、セントルイアはね、関西国際空港、関空と一緒で最後連絡橋渡らなあかんもんな。まあ行かんけど、次の信号、この次や、タガの里三直市、食堂あります、神社があるよな。あれ左行ったらセントレアの方の海沿いの方に行くけども、回らなあかんからな。見えるかな、どっかから。でもこれ今ちょっと登っていってるからセントレア見えるかもしれんな。見えへんかな、木とかあるか。もうちょうど今この左側にあるんよね、ナビ的には。視界から目から見えるけど画像的には映らんかもしれんな。あー見えてる、めっちゃ見えてる、めっちゃ見えてんねんけどな。海沿いちょっと行ってよかったな、遠回りになるけど。セントレアのせっかくやしな、見たかったよな。こんなとこ曲がっていっても多分狭いもんな。
下縦断道路が通ってるとこまで行っちゃおうかな。そしてそっから第2弾として撮ろうかね。そうしますか。あんま1個の動画で長すぎるとな、あれやから。やばい、ノッキングってやつしまった。ドド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 。あー、なんかやばい。ついに2車線かやな。ついに2車線になりますね、これ。あれ左曲がってもいけそうやけどな。コンビニ寄らなあかん。あ、招き猫久々に見た。あれ国道421号のカラオケ、あのパチンコ屋に、潰れたパチンコ屋に残ってた招き猫ってこと同じやつかな。常滑焼き団地、何や常滑焼き団地、常滑焼きってあんの。しかも団地左側に招き猫、町の駅、町の駅、ちょっとね、大きめのコンビニにちょっと入ってトイレ行ってそこで終わろうかな。あー、セントレやな。ちょっとやっぱり行ってよかったな、あっち。せっかくやからちょっと回らなあかんけど、多分あっちも信号なさそうやったから結局あんま時間変わらんかったような気するよな。ねえ、海沿いって結構信号ないやんか、交差点ないから。もう左海やからさ、左っていうかどっちか海やから。常滑市以外に入ったら店多いですね、やっぱり。
こやね。あの交差点左で空港行くな、連絡橋。下横断ロード。ここやね、この交差点。はい、ってことでですね、ここを左行くと空港連絡橋があって、ありますね、空港連絡橋。セントレアの方に行くっすね。ありがとうございました。切ってもうてんけど、終わったんやけど、あのめちゃくちゃ左曲がる障害 でここ言いたかった、ここ言いたかった、上にあの高速道路が走ってるとこ、ここまで行きたかったんよね。あっこも連絡橋って書いてあったけど、ここやね。あ、トンネルなってんねや、下行ってんねや、これ高速道路ないな思ったら、そうそう、下走ってんねん、ここ地下。そう、昨日行きはね、あ、ここ右曲がって、あ、そう右曲がって、なんか高速の横をずっと走ったんやけど、この前いうことな。地下走ってんな、これな。地下トンネルなってんな、ここ、この下。すげえな。すごいことなってんな、これ。で、連絡橋の方に行くんね、これ。携帯集なっとった。お疲れ様でした。